はいどうもカッパ編長ですじゃあ今度はねまあ選挙っちゃ選挙なんですけどこの都知事選挙じゃなくてこの自民党総裁選のお話ですかねまあそれぞれ何人かあれ昨日だか一昨日だかねこの品太郎君とかエネジロう君んなんかほら何人いたっけな今のところなんかでも噂なんかも含めてだからあ直接なんか本人の口からねこのまあそれもなんかあ出馬します て断言してる明言してる人もいれば、えー、意欲をうんぬんいう底止まり興味はあるけれどもみたいなでもいけるかどうか,、ねうん、なんかこの名乗りは上げたけれど、ね、あまりに散々な結果だったらかっこ悪いなみたいな,なんかよくわかんない人も、ねね、いるだろうしなんともあれなんですけども、ねえーとまあ、今回このはっきりしたのは高市さんですかね高市さなえさんでしょう。 あと、石破さんか。本気で言ってんの石破さん。石破さん、<laughs> さん本気で言ってんのなんか立候補する意向だから。でも、界隈のなんかね、うん、勝手になんかあの石破さん、石破さんって、要所してるやつがなんかそう言っているっていう風の手ごね風和風ハンバーグマスゴミ記事かもしれないけども、まあ一応石破さんでしょ。あとね、 えーとまあ、その石破さんをこの、ねえー、ワイドナでこで坂上さんが推してたっていう話あ、あと茂木幹事長か、総理になってやりたい仕事があるんだ、それがなんか一番最初に来るのがライドシェアとかだからな、頭痛いの本当、どうしてもあれなんですかね、反日売国、ね、こびかんこび中、何にせよ反日売国しないことにはだめ、ね、なの、だ <laughs> めってことはないけれども。うん ね、あとは、だって、この画像、なんだろう、この検索すると、なんだなこの画像がこういくつもこう上がってくるじゃないですか、まあ、上がってくるんですけどもん、やっぱりこの N h 郎君とか、品太郎君なんかもね、相変わらず、うん、上がってくるんで、まあ、また小石川連合だけど、小石川連合それぞれがこの候補者ということでいいのかな、今度は。へえ、なんかもう、まあでも一応、自民党総裁選ですからね。 うん、だろうなって感じですけど、じゃあちょっとなんかその中でも、この高橋さん、高橋さんの,この総裁選立候補の意向を伝えたっていう話をね、ちょこっと見て、ちょこっと見て、どうだろう、まあいいか、まあ、秋のこの自民党総裁選ですよね、えー、高橋さんが、うーんと、国会内で、ね、開かれた非公開の会合で立候補する考えを出席者に、えー、伝えたことが分かりましたよと。 だらまあ出られるとということですかねで関係者が明らかにした総裁選で掲げる政策についても説明し支援を呼びかけたと会合は日本会議地方議員連盟幹部ら10人程度が出席し高橋氏を総裁選で支援する名目で開かれていたと高氏はその後で総裁選について率直に言って出馬するあもうはっきりと断言明言したんだなるほど 意向とかこの興味があるみたいなね、うん、みんな中途半端なこのぐね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 回りキョロキョロしながらもうそんなやつはもう出なくていいよな、もうそもそもが。で、明、えー、言しましたと、はっきりと。で、えー、総裁選で掲げる政策について言及、積極的な財政出動を訴えてい考えを示した運ていうね、えー、そういう状況らしいんですけども、ん、どう思います高いさんでしょう石破さんでしょう 確かしなたろう、品太郎君で、この茂木さんも来るでしょなんかね、7、8人いたと思うんだよね。なんとなく、まあ、ただ、なんとなく名前が上がってるっていうだけのやつも含めてですけども、まあ多分前回出た人って全員出る。あでも岸田さんはないか。岸田さん抜きでってことなのかなうん。ね、一番このなんか、政治家、政治家、政治、い、え、わ、ー、この、 そうねまとも一番まともとはちょっと失礼かもしれないですけども問題はこのすいつも言われますけどこの推薦人ですよね20人うん小田さんとか前回そうですよね、うん、さてどうだろうなっていうところですけどもいやしなたろうさんしなたろうさん応援する気にはならんしなどうです <laughs> 確かこの高橋先生、高橋洋一さん曰くこの麻生さん、ね、麻生閣下がどうも高橋さんのバッグにつくとかつかないとかって、で、確かこのねあー、太郎さんが太郎さんに挨拶に行ったみたいな、そういうニュースあったじゃないですか。で、ね、品太郎君が麻生太郎さんに、えー、総裁選でっていうよね、ただまあ、ちょっとなんかもう今、あの仲が悪いと。うん、まあ 仲間で歯を割ってもいいかなと思ってる節があるっていうことなんですけども上川さんはもうほぼほぼ空気みたいな感じ全く存在感ないとその点とも高橋さんはまあねあの自他ともに認めるってったらちょっとなんかあるかもしれないですけどまあ安倍さんのこの後継者みたいなねかそれを自称しながらなんかこうあのなんだっけ、えー、WBPC じゃなくて LGBT だうん ね、おっとおっしゃったのがポンコツ眼鏡とは違いますよね。うん、で、えー、まあ安倍さんの代わりを、ね、俺がやるんだと、あ麻生さんがね、うんまあ、これが本当だったらどうなんだろう、ちょっと興味深いかなっていうところですけどもね、うんまあ、何にせよこの、やっぱりこのコネクションっていうところではそうだな。 まあその辺はこの麻生さんもね、えー、バックアップでカバーすることができるんであれば、あるいはあるかもしれないですよね。うん、石破さんとか、いまだにこのなんかクソマスゴミがこの、ね、うん、<laughs> ええいっ出ててて、ね、なんかもう、のこのこ帰ってきたやつですよ、そもそも。大、う、体、ん、だいまだにこの自民党この支持、ね、支援、ね、してる人は、石破さんみたいなやつをどう思うんですか えこんなのがそもそも総裁選になんて、ね、そもそも組織としてそんなことを許している、うん、どう捉えてるんですかねそれはそれなんですかだって言ってみりゃ、ねね、昔からもう自民党一筋っていうそういう、ね、党員の人だって支持者の人だっているわけでしょ、うん、えこういう裏切り者党がねえ、えー、ゲアしてピンチだ、ね、ここからどうやって立て直していくんだっていう時にね 与党じゃない自民には興味がないみたいなこの法このとっとと出てった。ね、で、またなんかこの、あの、返り咲いて、もしくはこのなんか土作さん投げて、じゃあ一丁つって、なんだおめえってならないのそれで挙句総裁な <laughs> めんなよって、自民党を支持してる人とか、根、ね、っからの生水粋の自民党員の人ほどぶち切れる案件じゃないの、こんなやつ。そもそも存在し続けること自体が。だから自民党、 何不思議か分かんないですけど結構大きな一つだと思いますよ。なんでこいつまだここにいんのそもそもが。って思わないですけどね。大、う、体、ん、じゃあ100歩100歩じゃ聞かないけどじゃあそんな裏切り者が総裁になったとてね、うん、え選挙勝てんのこいつで。<laughs> まあ別にねそもそも応援も支持もしてないからどうでもいいんですけど自民党がなんかもうね。うん 石破総裁、石破総理でって、ねうん、空中分解でも何でもすれゃいいし、どうでもいいんですけども、はっきり言って。うんね、そもそも総裁からして総理からして、み、ね、ず、うん、らを、仲間をも仲間とも思っていない、自分の都合で平気でこの,、ね、このコロ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 態度も変える、主張も変える、うんね、えハニトラマネトラねオールオッケーみたいな、そんなやつをこの担いで。 政党 <laughs>、ねうん、としてじゃあまあ政権与党、ね、続くと仮定ですけども、うん、え <laughs> 喜んで日本を売り飛ばしたなんぼみたいなやつにしか見えねえんだけど、うんまあ、いいやはい以上です。